日ね。暑いね。一回休憩する？あっち、あっちで歩け、歩けっしょ。歩け歩けなんだ。暑いのかと思った。でもこっちへもゆっくりしよう、休憩しよう。ここで違う、なんでここでさ、だってお前、椅子あるから、ちょっと。あるね。お前、あっちまでも通さのよ。お前もここでこけたら、持てないよ、おばあのこと。おいで、こっち。そうそう、うまうじゆくとうか。あっしょようなな。そうだ、おばあ前からさ思ってたけどさ、おばあが使ってる言葉って何それ？のうよ、ずっとなんかわからんこと喋ってるさ。いえうれな、うちなぐちんりしてな、うん、うちなぐち島言葉、のんりが昔から、うん、うちなの沖縄の言葉さ。昔の人が使ってた言葉、昔の人んじちいいね、うん、は人会失礼るやんどうや、わねやな、まあ、うん、令和の、おばあるやるもの、でもさ、その言葉さ、あれだよ、おばあがさ、いなくなったら、教えてくれる人いないさ。いめえな、うん、おばあや、ええ、まあ、いこう。なあひん、長生きすんどんわね。おばあね。ええ。おばあやしなんだ。しそうだけど、でもさ、一応教えて。この言葉の習いぼさる場合。うん。それもわからんわけよ、おばあ。ああ、やが一応せぬ、一応らすらわからんしが。そう。この言葉を習いぼさん場合ね、ちゃんとさ、そう、うん、習いたいわけ、うん、習いたい、そう、私が習ってみんなに教えようかなって思って。はあ、一旦かいならちんや、今よからはじろ、名前学校うんじちかようさんものいた、学校うんじちかとんな、はいってなるわけよ、おば。あ、そうなるから教えて。何じゃあ、あんたが何か言ったら、教えるけど。あ、わかった。ありがとうは。あさ、ニフェーデービルさ。あ、ニフェーデービル。おばあがよく言ってるね。うぬあたいんちゃおわかようさんな、やや。なんで？で、それで、何？次っていいよ、おばあ。次はね、ごめんね。わっさいびん。わっさいびん。はい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 。これも聞いたことある。でしょ？うん。簡単にこれだわ。あ、じゃあさ、長寿は？長女？長女は？長女？長女じゃない。長女は上のね、お姉さんだけど、うん、長寿は長生き。長生き。長生き？それだけなんだ。簡単さ。簡単だね。覚えたもん。うん、あ、じゃあ、どうしよっかな。じゃあ、好きですわ。かなさんど。かなさんどか。まあ、いこ。いやいや、うぬこの好きで、また、男ができたのかんた。違うよ。違う。生きがいるなってことや、好きです。告白は遊んで時間があるやろ。めっちゃ怒ってる。なんで？あいさ、いや、もう一個おじいさんに、いや、息がつくってからまたアメリカンかいつる関係あるやさい。はっしゃ、もう一個ビカールシムルする山行くまでや、アメリカンかインジンね、おばなてー、なんて言ってかわからんけど、だいたいわかった。いやー、すみよ。大丈夫。こんな言葉はもう教えないよ、私は。こんな、もうダメな言葉よ、これは。でも覚えてよ、かなさんどうでしょ。だからこんな言葉覚えないで。覚えないでダメ。ダメ、マイコはもう結婚したらダメよ。結婚させないわけ？ダメよ。じゃあ、次は、どうしよう。パリピは？ノーやが。パリピ。パリピンでせぬやが。パリピーポーさん。意味わからん、わからんもん。パリピーもみんな若い子使ってるよ。だから、なんね。パーピーポーペーポーって。違うよ、パーリーが好きな、パーティーが好きな人。これがパリピっていうわけ？うん、そう。パリンチュさ、パリンチュ。パリンチュ、うん。新しいね、パリンチュか。そうせ。それ流行るんじゃない、おばあ、もしかしたらパリンチュ。わからんもの、言ったもの。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、変な言葉使って。それな、とか。のや。なんか、それだ、みたいな。のやから、それ。それな、もうめっちゃ使う。のそれな、なそれな、なんでし。それだ。売りややせ。売りや、売りや、売りやさ。売りやか。面白くねえや。売りやかと思った。意味わからん。意味わからんとかやないで。じゃあ、どうしようかな。あ、わかった、おば。言った。もうこれみんな使う。何や。草生える。草ぼうぼう。
違うよ、草ぼうぼう、わかるよ。はしゃの草生える、草生えるんでしょ。おばあ見てたまに草生えるって言わない？ねえ、まあがよ、おばあインチから草生えるって、いや、デイジーやっしゃいや、おばあがや、草見えてちょ、ちょぐ、これだよ、違う違う、あっしゃいような、あのさ、笑うってことだっけ、うん、面白いって言って、だから、面白くないよ、面白くない、ちゃ面白いって意味わからん、わからん、うん、草ぼうぼうが面白いさ、草、そうだね、ぼうぼうしたら面白いでしょ。もうじゃあもう次、次行く、次行っていい、うん、最後に、じゃあ、分かった、よく LINE でも送るんだけど、うん、リーはノーノー、え、何々、じゃあ何々してねって言われたら、うん、リーって言うさ、何が了解って意味、リー、あ、意味はこれ、中国人の話のやんな、違う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 、リーさん、リーさんな、リーさんじゃないよ、了解、どんな時に何々するの、リーって言うわけ、じゃあおばあ、じゃあ、おばあ、じゃあ何々買ってきてって言うさ、したりって言うわけよ、みんな、どうかよ、そう、あー、姫おかな、あ、うん、り、り、うりのりね、うりじゃない、うりじゃない、了解、了解やな、うん、了解や、了解し、いれしもろものや、簡単ごれやし、うりまでや、いんちゃ、いんちゃくし、な、意味わからん、今の流行りだよ、あ、短縮するのは、了解の、あの、わびのりとてからりびかるやんばいや、意味わからん、了解、いや、オッケーやし、オッケー、オッケー、あ、そうだね、オッケー、オッケー、あと、うん、うって言いなさい、じゃあ、う、う、うん、それこそ中国語みたいだね、う、う、うん、うか、了解んじせや、うん、う、うん、おー、うん、おーっていうの、いいいい、このうちのあの言葉やれ、おーんでしが、あの、当たっとんぞ、あた、あの、しじゃかたんかやや、うん、おーさい、おーさい、うるさいっていうの、はしゃ、うるさいにちいいね、またな、でえ、そんど、うん、おーさい、うるさい、あら、うん、うんうん、で、はね、生きがる、あ、い、いなぐるやことや、うん、おーたい、うーたい、え、かわいい、うーたいとうーさい、うんうんうん、へぇー、痛むのや、生の若手が使える言葉、意味わからない、うん、もう、もう、もうあんたなんかに教えてももう意味わからないからさ、うん、ね、じゃあまた今度教えて、たくさん習い坊さんば、うん、習いたい、習い坊さんばあれな、上等やしが、うんうん、あしがおばあとゆんたくするちょうな、おらのろんなとことなまのじで、うん、いや、うん、おじん、またおばん、あまくまん、おじ、おばけ、まちよ、なこの言葉ちかとおるちの、おらんろらんろ、うん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 、まあ、とりあえずさ、おば、うん、長いちし、にふえでびる、かなさんどうば、あったよ、もう